はい、第二ハウス 2A の子たちです。はい、レオちゃん、あ、レオちゃんじゃん、エルサちゃん、エルサちゃん結構ね、おしっこはね、あの、出てますね。これちょっとね、いただいてる薬やねんけど、結構昨日先生行った時に、あの、病院行った時に聞いたら結構ええ薬やってね、この薬、うん、病院でも最終いう時にね、なんか使う薬らしくて結構ええらしいんですよ。これでおしっこもね、解きなさい、ほらほら、もうないやろ、もうないな、はいはいはい、待ちなさい、ほらもうええわ、入ったけどね。おしっこも今これ反対側ね、いつもこっちが匂いするからね、今シート反対向けたらこんだけしてるんです、ワンで。これまた今日こっちね、あ、してるね、こっちも。まあだけど、あの、一日でこんだけしてることは、もうだいぶ良くなってんちゃうかな、エルサちゃんは。ほらほら、もう、おいで。おいで、ほら。まあ、あと、今回、ほら、おい、ほら、お前ら、ちょっとおいで、もう。ちょっとおいで、こっちおいで。なんでお前、そこの餌食べてんや、いつもある餌を。おかしいやろ。いつ、こらこら、お前ら、もう、ママと会いたいんか、ひょっとして。おいで、ちょっとおいで。ちょっとおいで。もう、こっちおいで。ちょっとおいで。こっち、こっちこっち。はい。出といて。お前も出といて。はい。出といて、はい。出といて、出といて。まだ、お母ちゃんは、あ、ちょっと、あれ、休養中やから。ちょっと待って、これ、結構落ちてんな、これ。玉が結構落ちてますね。気ぃ使わなかったな、ここの。まあ、この後にせえよという話だけどね。これがポンさん動画ですよ。もう隠さない。もう思ったことをやると。即行動。これ走りながら修正いう言葉つけるから。怒った。痛い痛い痛い。エルサちゃん待て。ちょっと待て。痛い痛い痛い。何エルサちゃん怒ってんの？何もしてないやん。エルサちゃん。なんで怒ったん？ゴミ取ってるだけやん。おいで、よしよし、な、よしよし。何怒ってんの、急に。な、よしよし、はい。怒ってました。想像しのは嫌なんかな。はい。こんな感じです、朝。ちょっと痛かったけどね。はい、レオちゃんです。朝からのレオちゃん。な、レオちゃん、おいで。レオちゃん怒らへんやろ。な、よしよし。ちょっと引いてるけどね。暑いね、今日も。ちょっと窓は開けてんやけど、暑いですね。ここも 23.3 度、もう、まあ、平均して温度ずっと23度。あら、舐めてんね。こういうね、あの、先生とも昨日言ってたけど、細菌性かな、の膀胱炎を言うな、こういうの舐めてね、あれするらしいですよ。膀胱炎になる子が多いらしいです。人じゃなくて膀胱炎になる猫ちゃんが多いらしいです。これでね、いつも行ってるね、母ちゃん前の病院やけどね、一番いつも嬉しいのがね、まあ、麦ちゃんのことに関してもね、まあ、麦ちゃんちょっと見せておこうかな。麦ちゃんどこかな、ここ。ね、麦ちゃんのことに関してもね、普通は、まあ、そこで見てもらってて、ね、先生にね、ポンさんから普通は伝えるべきやねんけど、ね、そこの病院はね、あれ、麦ちゃんどうですか、言ってね、病院違うところでね、見てもらうからね、設備が整えてないいうことでね。ほいで、まあ、病院ちゃうところで見てもらった中で、うん、麦ちゃんどうですかって言ってくれはってね。おぉ、びっくりするかな、お前。なんで怒るんそんな。ちょっとぐるぐる言うてる。まあ、だけど、だいぶね。うん。まあ、ちょっと書かれとこうか。よし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 。よしいっぺんこなして、なってからね、こう、いっぺん手出してからこうやったらね、この子は、落ち着くんですよ。見えないかな。あ、よしよし。な、はい。な。ぐー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 言うてんの。ぐーって。ね。まあ、だいぶね、肺もね、膨らんできて、ね、鼻の病気になって、抗生物質ね、効く抗生物質が塗り薬かね、飲み薬で、一番ね、朝晩だけで飲める薬、朝晩じゃなくてね、晩だけで飲める薬も
っていうことでね出してもらってますね。それで良くなればいいんやけどね、効く薬いうことでね、誰かも説明してくれはったようにね、うん、その通りだと思います。ポンさんちょっと説明下手ですみません、ね、そんな感じで、ね、こんな周太郎くん、ね、特に今のとこ変わったことないかな、うん、ね、ね、あそこばっかり舐めてんじゃなくてキレも舐めとるか大丈夫だと思うけど、これロシーが今日いてますね。ロシーなんや、ロシー逃げるんか。はい、ドラちゃん、ドラちゃんね、ドラちゃん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 、もしか、ドラコちゃん。さあそろそろね、ドラコちゃんの大好きなね音とオープンしとこうかな。今日も天、今日天、あ、今日は雨やねんね。今日はダメやん、ドラコちゃん。確か雨やったんちゃうかな。ちょっと前田さんの見たよかったね。うちの会社の人が雨やるとだから。あ、携帯もう一個下に置いてきたね、下田。今日は雨、ちょっと天気悪いと思う。曇りやったもん。ちょっと我慢してくれなあかんな。なあ。我慢せなあかん、我慢なん今日。なあ。雨対策も考えなあかんね。雨降って下濡れてるところ歩いてきよったら、ここもドロドロなるからね。それ対策もなんかね、ちょっと考えますね。うん、夏場なんか特にそういうことはあり得るからね、この子たちがね、足ね、吹いて出てくれるような体勢をね、ちょっと考えながらね、入ってこれるような体勢ね、うん、まあ、またそれはね、考えます。中でね、工夫してちょっと、うん、な、足吹けるようにしとくわ、外を歩いたかってな、うん、まあ、そんな感じで、はい、それではキーボー、あれキキちゃんね、キキちゃんとね、ハルちゃんは、ハルちゃんはたまに動く、キキちゃんがちょっと動かんだらちょっと心配になると思いますけど、また動画見てみますね、動いてるのとか ね、うん、ね、また出したりします。これも落ちてたんだな、これ落ちてはせんけど、これも戻りでしょうね。はいな、はい、まやちゃん、まやちゃん、ね、はい、おとなしやん、下さっきまで言っとったけど、なあ、なあ、タッチね、え、これはピノちゃんね、これ誰や、あ、ロシか、おうちゃんとね、リングちゃんと、こんだけはね、全員集合かな。ね、はい、以上です。はい。